お世話になります。ひとりでございます。今回は夢特製のモノバレルを捕まえていきたいと思います。今回ご紹介する場所は一つの場所だけで、他の場所でも出ますので、あくまでも一例としてご覧いただければと思います。まあ、まだ私自身夢特製捕まえてないので、検証しつつやっていきたいと思います。まず場所はどこかと言いますと、道場の前をですね、ひたすら直進していきます。その直進したところにある巣、ここがモノバレルが出るそうです。ですので、まあとりあえず枯らしときまして、で、鎧の孤島では紫の柱だと夢特性一発で出てきますので、今回は紫の柱を出していくやり方でやっていきたいと思います。まずレポートを書いていきます。で、次は願いの塊を投げ込んでいきます。レポートに記録しますかで、早押した瞬間にホームボタンを押しましょう。それではホームボタンでホームに戻ったら、ここでホームボタンを2回連続押しまして、それで今赤色の柱でしたので、それは違いますので終了してですね、これを紫の柱が出るまでひたすら何回も続けてやっていきます。あ、すぐ出てきましたね。そしたら中身を確認しまして、中身はこれは違いますので、みんなで挑戦を押しまして、それでホームボタンを押して、設定からですね、一番下行って本体の日付と時刻で1日進めまして、それで戻っていきまして、やめるですね。これをやってモロバレルが出るまでひたすら何回もこれやっていきたいと思います。早速モロバレル来ましたね。来ましたら一回こう戻りまして、それでレポートを必ず書いておきましょう。もしレポートを書かなかったら、リセットした際に願いの塊を入れた時点に戻ってしまいますので、もしレポート書いておけばモロバレルとすぐ再生できるってことですね。ですのでレポートは書いておきましょう。じゃあ早速やっちゃいましょう。ヒートロトムで行こうかな。お、いいね。もうこれネタポケモンじゃねって思っちゃったりもするんですけどね、普通に嬉しいですね。とりあえず、うわすげえ、6個だ。やっぱすげえな、めちゃめちゃバリアいっぱいあるし。ナイスー、オッケー、味方が倒してくれましたね。余裕ですね。バリア多くても全然普通に勝てます。はい、難なく捕まえれましたね。やっぱすごいわ、鎧の孤島は捕まえやすい全体的に。はい、アイテムは普通のやつですね。経験飴と鎧鉱石とかと、あと普通の実とか、あと技レコードとかですね、普通のやつ。はい、じゃあ中身見ていきましょう。 4V ですね。まあこれはしゃーないっすね。はい、モロバレル60レベルでございまして、はい、特性再生力の夢特性でございます。やっぱ一発で出ますね。で、手持ちに引っ込むと HP が少し回復するということで、これなかなかね、普通に強い特性だと思いますので、まあいいんじゃないですか。とりあえず特性は強い。で、技はギガドレイン驚かすクリアスモック毒の粉という感じで驚かすなんか持ってんすね、未だに。で、頑張り屋な性格でございます。はい、ということで今回は夢特性のモロバレルをゲットさせていただきました。出現場所については道場からこの真ん前ですね、直進すればすぐに着きますので簡単にゲットできます。しかももう出る頻度もね、すげえ高いと思いますので余裕ですね。多分名前がモロバレルだからモロにバレちゃうっていう感じで出現率は高いのかもしれませんね。